元モーニング娘。後藤真希の弟で男女ユニット E ージャンプ元メンバーの後藤祐希さん35が11日インスタグラムを更新 ABEMA の朝倉未来にストリートファイトで勝ったら1000万円企画で YouTuber としても活躍する総合格闘家の朝倉未来29と対戦することが決まり人生で最初で最後の本気の戦いをしてきます と意気込みを綴った11日に YouTubeABEMA 格闘 CH で公開された動画で後藤さんが朝倉に対する2人目の挑戦者に決定したことが発表された動画では後藤さんがオーディションに参加した模様のほか かつて起こした事件で約5年の獄中生活を送った件についても赤キラ,ラに語った格闘技ジムで打撃のトレーニングをしている様子や現在は再婚して設備関係の会社で働いていることなども紹介された後藤さんはインスタグラムでこの度朝倉美久留さんへ挑戦させていただけることになりましたと報告いろいろなご意見があると思いますが人生で最初で最後の本気の戦いをしてきます 皆様応援ししてくださったたら嬉しいですと呼びかけた同企画は不良時代に喧嘩無敗で路上の伝説の異名を持ち現在格闘技イベント大臣で活躍する朝倉とオーディションを経て選ばれた挑戦者が戦う内披露し通常の総合格闘技ルールとは違いストリートファイト的なルールで衣服を着用したまま路上で対戦するという。